Hello everyone, this is Collins Chan. 今日は海外就職の私なりのコツを皆さんにシェアしてきます。これは帰国子女枠とか日本から海外の企業へ入社する、応募すると全く関係なく、普通にその現地で採用されたい方向けの気をつけておくべきポイントまとめです。暑いんで一旦脱ぎます。今日はまず応募するために必要な書類と面接のアドバイスについてお話ししていきます。私はいつもIndeedとかネットでお仕事を見つけて応募してきました。シンガポールでやってきたインターンシップ、バイト、フルタイムの仕事全てネットで見つけたし、アメリカでやったバイトとインターンシップもネットで見つけました。ネットってすごい。まずはじめにお気に入りの求望サイトで自分のプロフィールを作ります。そこに履歴書をアップロードするという選択肢があると思うんですけど、海外の履歴書は多分日本の履歴書と少し違います。そもそも履歴書っていうのはなぜ自分を雇う必要があるのか、1ページ以内に今までやってきたお仕事や自分のことについてまとめます。もし全く仕事やってきてないんだけど、これが初めてなんだけどっていう方は、ボランティア活動だったり学校でやってきた放課後のアクティビティでも表彰されたものでも何か個性が出るものを書くことをお勧めします。履歴書、レズメに関してはテンプレートがたくさんインターネットに載っているので、そういうのを真似すると分かりやすいと思います。重要なポイントは1ページ以内、顔写真なし、成績は書かない、そして絶対にトイフルのスコアは書かない。これ大事。トイフル書かないで。なんで書かないかっていうと、私が今お話ししているケースは普通に現地採用されたい方、日本の企業とか全く関係なくて、トイフルスコアを書くことによって、私はネイティブじゃないよ、第二言語で英語を学んできたよっていうことがバレてしまいます。書かなければ英語がペラペラ流暢に喋れると勝手に向こうは憶測で進むので、トイフルスコアは書かないでっていうのをどうしても伝えたい。私は就職アドバイザーでも何でもないので、詳しい履歴書の書き方だったり細々としたアドバイスはぜひインターネットで調べてみてください。テンプレートはたくさんあるので本当に見てて楽しいし、自信ないよ、初めてだよっていう方にはおすすめです。そしてもう一つ大事な書類は、海外ならではのカバーレター、カバーレターです。調べてみると日本語では添え状とも言うらしいです。これは応募先企業へ送る書類で、履歴書と違って会社のことをメインに書きます。これからどうその企業へ貢献していくのか。履歴書は自分の過去の話、カバーレターは未来の話と思っていただけると分かりやすいかな。似てるって思われがちだけど、フォーマットから内容まで全て違います。カバーレターは小論文みたいなフォーマットで、まずはじめにちょっとした自己紹介、自分の経歴と応募した理由、そしてボディパラグラフには今まで身につけてきたスキルと今後それをどう生かすのか、コンクルージョンには自分の最後のやる気アピールと連絡の方法を書きます。応募する会社によってそれぞれ違うカバーレターができるはずです。残念ながらこちらのカバーレター一生懸命書いて提出しても企業側が読むかどうかはまた別の問題となってきます。確かIndeedだとこれはオプショナルで必要ないとも言われるかもしれません。でも何百人何千人応募する中目立ちたければ送るべきだなと私は思います。これもテンプレートはたくさん山ほどネットにあるし、学校や大学の先生にちょっと読んでくださいとお願いするとチェックしてくれることもあります。私はよく企業の SNS 見たり、企業のミッションを調べて、その価値観がどうして私と合うのか、なぜ他の人たちじゃなくて私が一番採用された方がいいのか書きます。受け取る側も、あ、この人はいっぱい調べてくれたんだなと思ってくれると印象に残るので、どの会社にも言えるようなことじゃなくてその企業だけへのメッセージだと思って書くことをお勧めします。そして最後のポイントは面接。面接官、誰か知ってれば先に調べていくことをお勧めします。面接官が卒業した大学、趣味、お子さんいるかどうか、もう何でもいいから FBI になった気分でネット中をひたすら探します。もし名前が知らなかったら企業のことを調べます。なんでこんなに必要なのって思うことを調べるかっていうと、外国人は雑談が好きだから。
話題になるカードは自分で折っといて、雇われるだけじゃなくて自分のキャラクターもアピールしたいし、あなたのことを興味持っているよっていうのを見せるために、その面接官の本人の背景の話とか会社の今までのこととかについて質問するとさらに印象に残ると思います。面接官も毎日毎日やってるかどうか分かんないけど、もし自分の面接のターンがその日最後だったとしたら結構疲れてるじゃないですか。それでも印象に残る会話を残したいので、その面接官のことを下調べして分かった共通点があれば絶対行った方がいいし、なければその人にしか聞けない無難な質問じゃなくて、その人にしか聞けない質問を聞いて、あ、この人は本当に私に興味があるんだ、やる気があるんだっていうのを見せつけるタイムです。例を考えてみました。御社の社風はどのようなものですか。これは本当にダサい、調べればいいでしょって話。例えばマーケティングを大学で学ばれていたそうですが、私も同じくマーケティング専攻です。実際働いてみて想像通りでしたか。マーケティングの部署で面白いと思ったところはありましたか。こういう質問の方がもっと印象に残るし、なんていうの、イエスかノーだけの回答じゃない、サイトに答えが載ってない質問を聞くことによって個性を出せるんじゃないかなと思います。基本中の基本ですよね。質問を事前に準備するっていうのは。他にもよくあるもう典型的な面接の質問は、5年後の未来どうなってますか、なぜ企業を選びましたか、自分の強みと弱みは何ですか、挫折した時は何ですか。典型的な質問は全部私は考えてカンペじゃないけどアウトラインで考えておきました。つまずいたりするとなんかダサく見えるかなと思って、自信持って話すことが苦手な私は事前に練習して何とか自信を植え付けました。どうやって答えればいいか分かんないと思った方は事前に調べるとヒントもいっぱい出てくるし、私のコツとしては会社のスローガン、ミッション、スポンサー、 SNS ページを開いて読んでみて、それと自分のスキルをリンクさせる。例えば最近その会社はサステイナビリティを意識していると言います。自分も同じ価値観を持っていて、例えば週末はビーチに行ってゴミ拾いをしている。面接官は自分の経歴もそうですけど人間性も含めて全部あなたのことをこの15分の間で知りたいから、今までのお仕事と全く関係なくても日常の話や趣味の話も興味を持ってくれることが多いです。日本だとなかなかないかもしれないけど、結構趣味の話とか聞いてくるんですよね。何が好きなのとか、お休みの間何してるのとか、自分はどう思われてるのとか、ふわふわとした質問が多いので、その中でも会社の方針と全く一緒だったらいやらしすぎるけど、なんとかリンクできるようなことがあればどんどんプライベートのこともアピールしていくことをおすすめします。もう私はビーチでゴミ拾いしてないんで、そんなこと言えなかったんですけど、例えばサランラップをシリコンラップに変えたとかそんな些細なことでも人間味があっていいかな、個性的かなと思って話しました。あとは面接中意識したところは、明るめの洋服を着ること、好印象のメイクすること、後ろにね窓があると逆光とかになるんで前から光が当たるところに座ってズームで面接してました。あとはインターネットの環境がいいところ、これは2021年の面接あるあるなんですけど、全部オンラインだったので体制を整えてきて面接に挑みました。あともう一つちょっとずるいかもしれないけど心理学のミラーリングっていうテクニックを使って好印象をアピールを何とかしました。ミラーリングっていうのは同じ動作をすることですね。なぜかそれが相手に好印象を与えるので私も真似していました。よくモテ仕草として紹介されてますが、もうデートと同じじゃないですか。ネットでいい相手見つけて、お互いいい条件だったら面接で顔を合わせてみる、そして自分をアピールするもちろん日本の企業にもこれらの面接のテクニックを使えます。1回かな2回かな日本の企業と面接を受けて、確か5年後の未来はどう想像していますかみたいな質問にスムーズに答えることができたの、素晴らしいですと言ってもらえたので、ぜひこちらの今日のアドバイスを信用してもらえると嬉しいです。18歳からシンガポールでいろんなところにインターンシップやバイトやらフルタイムの仕事やらやってきて、最初は全く慣れてないし多分ズダズダだったと思うんですけど、練習しているうちに自分なりのコツと落ち着く方法、緊張を和らげる方法などを
見つけてきたので、もし就活でうわーと思ってる方が見ていれば大丈夫です。いつかは絶対できるようになります。私にできたら絶対みんなにもできるから頑張ってください。もうすぐ就活シーズンなのかな。9月って微妙な時期かわかんないんですけど、就活は自分のことも知るきっかけになるので、私は割と楽しんでやってます。もちろんこれらが全てっていうわけでもないし、私も就活のプロだから全部教えてあげるっていう感じではないんですけど、まあ、なんとなくこういう注意点があるんだ、こういう書類が必要なんだと脳の奥のどこかに覚えておいていただけるといつかは役に立つと思うので、ぜひ実践してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。バイバイ。